国連で働きたかった理由は、国際的な場で働いてみたいっていう思いが強くありましたね。まあ、UNDP を選んだ理由って言ったら、長期的な社会変化に何らかの形で関わりたかったっていうのがありまして、まあ、特に私のバックグラウンドって法律なので、ガバナンスが一番自分にとっては貢献できる場かなと思いました。で、13歳の時に実は母にインドに連れて行ってもらったんですよ。で、その時母がそのお米を小さな袋に入れて、村の人々に、貧しい人に配っていたんですね。で、その光景がすごく印象的でして、村の人に一つ一つ配っていって、結局はその差し伸びる手が多すぎて、お母さんが持っていった袋が全部なくなってしまったんですね。で、その時にもうその場を逃げるように去らなければならなかったんですけど、もう米が足りないから。でも私としては、まあ、寄付だけじゃ足りないんだなって、もっと構造的なところに変化が起きないと貧困は削除できないんだなって思いました。今ガバナンスユニットでプログラムアナリストとして働いております。担当している事業が、警察のキャパビル事業、もう一つは司法事業と選挙事業をこれから担当させていただきます。プロジェクトのオーバーサイトがその主な仕事なんですけど、その新事業の立ち上げというのも私の大きな仕事でして、新しい事業を作るっていうのは、自分のアイディアを何もないところに実現するっていうことを可能にしてくれるわけですので、まあ、そこにはすごく楽しさもあるし、とてもワクワクするような可能性を感じています。JPO として赴任して最初の6ヶ月はとってもつらかったです。ユニット内でいろんな考え方の違いがありまして、結局は空気がとても悪くなってしまったんですね。私以外3人ほどもうみんな辞めてしまって、6ヶ月ぐらい経って1人ユニットに取り残されたっていうのが状況だったんですけど、今は新しいユニット長が来まして、雰囲気もとっても良くなりました。みんなが辞めてしまった後、全ての仕事が私のところにやってきて、もう仕事量が膨大に増えました。まあ、かなり夜10時ぐらいまで、その他のオフィスには誰もいないんですけど、まあ、なんとかその日の仕事をやりに行くために残業したり、あと知識が蓄積するような制度が全くユニットになかったので、まあ、それらも自分でこの仕事をどうやるのかって考えて解決策を探してみたり、今後は新しい人が来てもすぐに仕事の内容が分かるようなシステムを作っていきたいと思います。今までの苦労があったから、今はいろんな問題やチャレンジなどを乗り越えていく自信も湧いてきたし、大変さがあったからこそ今の自分があると思っています。今までのティモールの生活で一番心に残っている話って言ったら、今私ティモール人の家族と一緒に住んでるんですね。その家でイヤリングを水面台に落としてしまったんですよ。そのことをうちのランドオーナーに伝えたら、その次の日下水のパイプを開けて探してくれたんですね。探した挙句なかったっていうことをその日伝えてくれて、あ、そっか、やっぱりダメだったんだって思ったんですけど、多分私がちょっとシュンとしているところを見て、その次また次の日また探してくれたんですよ。実はその時にはうまくイヤリングを見つけてくれたんですが、まあ、その時にその2階そういう汚い下水のところを一生懸命探してくれたそのティモール人のランドオーナーにはとても感動をもらったし、ティモール人の親切さっていうのもその時とても感じました。